スラスラスラー、スエチャンネルです。恵比寿駅東口からスタートです。恵比寿駅って地味に構造が複雑でしてね、ちょっと駅ビルに寄ってから降りてこようと思ったんですけども、なかなか難しいですね。駅ビルのエレベーターなかなか来ないし、エスカレーターなんかで降りたら複雑なことになってしまいます。とりあえずマクドナルドのところの道を入ってください。そうすれば基本的にまっすぐと言えばいいのかな。でもちょっとこの横断歩道はややこしいですね。さあ、ここまで来たらこの細いところに入っていきますよ。この細いところ入れば行列が見えますからね。今回のお店、うどん山町さんに到着です。着いたの1時過ぎだったんですけども、それでもちょっと行列がありまして、食べ終わって2時ごろですね。そしたらまだ行列がありましたので、ピークタイムを外しても待つ覚悟はしてください。店内は大きめのテーブル一択、そこら辺で相席になって、あとちょっとしたカウンターがある感じですね。ホールにいる店員さん1人だけだったので、結構せわしない感じですね。今回は山町セットを注文。まず前菜がやってきます。薬味がたっぷり乗ったカツオのたたき、牛すじの煮込み、だし巻き卵、酒が進みそうですね。そしてセットのうどんがこちらですね。ざるうどんに大エビ天、舞茸、新たけのこの天ぷら、そして薬味が乗ったものでございます。薬味はネギに大葉、湯葉に練り梅、そしてきつねですね。ご飯かわらび餅が選べまして、今回ご飯にしました。鶏とたけのこのご飯でございまして、こちらはおかわり自由です。それでは参りましょう。うどん山町さんの査定は、B ランク65点。ちょっと惜しい点数になってしまいましたけども、果たしてどの辺が良くなかったのでしょうか。聞いてみましょう。せー、まあ、普通に食べる分には決して悪くないなとは思うんですよね。だから比較的高めの点数はつけておりますが、それでもちょっと考えてみると無難にまとめすぎちゃってるのかなとは思います。まず麺のコシはものすごく良かったんですけども、小麦の風味があるかと言われたらやっぱなかった。でおつゆの方も、まあ、うどんにはちょっと染み込みにくいですし、お出汁の感じっていうのもやっぱなかったっていうところを考えると、もっといいうどん屋さんはあるかなとは思いましたね。であと薬味なんですけども、薬味として機能を果たしているのはネギ、大葉の和え物くらいだと思います。湯葉と練り梅っていうのはこれは薬味じゃないつまみですねはい、お揚げさんですが、これ甘すぎますね。うどんと一緒に食べる感じとは僕は思いませんでした関西のきつね事情はよくわかんないんですけども、僕的にはやっぱ甘いですねあれは。で天ぷら自体は、まあ、無難にまとまっちゃってるなと思います。エビの質は決して悪くないんですけどもね。最初に出てきた一品料理もだし巻き卵も結局無難にまとまりすぎてて、上に乗っている大根おろしの方がちょっと味を占めてしまうかなっていうのと、カツオのたたきに至ってはカツオの臭さが立ってしまいました。牛すじも無難にまとめすぎちゃってると、全体的にやっぱ無難ってところありますね。まあ、期待しちゃってる分ちょっと損をしてるかなと思います。ということで、恵比寿にありますうどん百名店はこれにて終了と言いたいところなんですが、うどん百名店2022年版に蔵替えしたっていう話は前しましたね。2020年版、つまり前のバージョンだと東京だけで100店舗選ばれておりまして、その中には恵比寿のお店が2軒入っていました。そちらの方実は訪問しているんですよね。まあ、これお蔵入りにするのもあれなんで、ジャッジしてみましょうということで、残り2軒ご覧ください。どうぞ。ということで、日比谷線の恵比寿駅からスタートです。恵比寿駅西口よりももうちょっと西に進んだところですね。次のお店の名前、デカデカと書いてありますね。初代さんに到着です。
前のバージョンのうどん百名店には入っていたんですけども、ここはあくまでもお蕎麦屋さんという扱いになりまして、今回うどん百名店からは外れました。仮にうどん屋さんとみなされていたら百名店に残れる星の数ではあったかなと思います。こちらもものすごい人気店なので、お昼時は外してください。事実さっきの動画はお昼12時台に撮ったものなので行列が長かったですね。そしてこの店の名物がこちらのうどんでございます。白い見た目から全く想像はつかないと思いますが、中をこじ開けてみるとなんか茶色いものが出てきましたね。そう、カレーうどんです。これちゃんと混ぜ合わせたらクリーミーなカレーうどんとなるんですね。この白いものの正体はジャガイモのエスプーマ、洒落ていますね。そして左にはトマトの炊き込みご飯が出てきました。ランチの時間帯はサービスです。それでは査定に参りましょう。それでは参りましょう。初代さんの査定は、A ランク72点。高得点が出ましたね。いや、これちょっと好評聞いてみましょう。せー。はい。いや、このカレーうどんは素晴らしいですね。見た目で楽しませてくれて、で、かつちゃんと美味しいっていうのはもうこれは正義でしかないなと思います。この白いものが、まあ、ジャガイモのエスプーマっていうことだと思うんですけども、これがね、すごくクリーミーなんですよね。だからカレーうどんと合わせると、そう、クリーミー系カレーうどんになりまして、これがね、やっぱ程よい感じにできているんです。絶妙な感じにできているなと思うんですね。麺もしっかりこのカレーのスープをまとって、口の中に入っていく感じになりますし、もうこれは本当にすごいなと思いました。胡椒のアクセントもまた良かったりしますね。で、強いて言うなら、もうこれ結局客自身がぐちゃって混ぜて、クリーミー系カレーうどんってなるわけですから、クリーミー系最高峰のグランドハイアット、春坊さんのカレーうどんの域にはちょっと達していないんですけども、それに近いことをやってのけてるのはすごいなと思いますね。間違いなく粉屋は超えていると思います。ということで、初代から引き続き次のお店に行きたいと思います。ここからちょっと分かりづらい路地裏に入っていきます。あまり通ったことなくて本当によくわかんないんですけども、さあこのお店、あ、裏口でしたね。一本下の路地に入っていきまして、いちかばちかさんに到着です。最新版のうどん百名店は東京がイースト東日本に吸収されたため、都内の下半分くらいのお店はみんな百名店から消失しました。このお店も例外ではありません。それでも平日のお昼とかは大盛況なので人気店に変わりはないでしょう。さあ、博多うどんがやってまいりました。博多らしくごぼ天乗っけてもらいまして、さらにお肉も乗っております。ランチタイムはうどんを頼むとかしわ飯がサービスです。それでは査定に参りましょう。それでは参りましょう。いちかばちかさんの査定は、A ランク70点。まあ、ちょっと聞いてみましょう。はい、あの前第一のうどんさんを査定させていただいたんですけども、その後食べログに口コミ投稿したら他のレビューアーさんから補足説明いただきまして、あの時のうどんは厳密な博多うどんではない、多分全国民が想像する博多うどんとはちょっと違う麺だったらしいんですね。今回はタモリさんも好きだとおそらく思われます。正式な博多うどんの麺の柔らかさだったかなと思いますね。で、スープ澄んでいるんですけども、お出汁しっかりありますし、大地のうどんさんの時はもう半分以上ウェイト占めてて、脂っけ脂っけってなってたごぼ天も正規の量に抑えてありまして、でもちゃんとごぼうの食感とかは残っておりまして、ストレスのない理想系の博多うどんに仕上がっているかなと思います。
で、さらにお肉なんですけども、オニヤンマさんのお肉はなんかちょっとパサついてて硬いとかね、あったんですけども、こちらは全体的にフルフルしてる牛丼みたいな感じのお肉でございまして、で、油の部分はコリプルってしたね、食感がありまして、これは素晴らしいなと思いました。はい。他のメニューとかもね、ちょっと食べてみたいと思わせてくれる。まあ、居酒屋利用もこっちはありなんじゃないかなと思うお店でございましたね。なんで百名店から外れたんだっていうところはちょっとあります。はい、ということで恵比寿のうどん3軒食べてみましたけども、2022年版の百名店に残れたお店が一番下というね、まあ展開としてはね、なかなか、面白い感じにはなったかなと思うんですけども、まあね、初代さんはジャンルが変わったのが痛いですからね。あそこはあくまでもお蕎麦屋さんなんで、まあ蕎麦百名店の更新待ちましょうまあその時はちょっと僕もお蕎麦を食べに行こうかなって思わせてくれるくらいにいいお店ではあったかなと思います。都内のうどん百名店でも結構行ってきましたね。まあもちろんまだ残ってるっちゃ残ってはいるんですけども、埼玉方面にも少しずつね、足を伸ばしていければなと思います。この動画が良かったと思う方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。